こんばんは、マリアです。絶対難しいです。縮小やりたかったんだよ、私だって。P 小文字ならいけます。キュンですみたいになります。できない。ちょっと待って、はい、どうしたらいいか。あ、いいね、いいね。はい、リンです。Q だったらできんのか。できない、何やってもできない。できます、はい。あ、ライトにも見放された。ライトにも見放されました。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。あの花粉症にめちゃくちゃ私やられてるんですよ。あの毎日くしゃみがすごくて、はい、うん、やばいんですけど、どうですか。自分も鼻と目がやられてます。やっぱそうですよね、超やられてます。皆さんがこんばんは、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 こんばんは。なんかあの芸ができそうだね、そういう。あ、やばい、なんでもない。え？あの今日ウエイトトレーニングやったんですよ、私。おお、危ない。今日ウエイトトレーニングやったんですよ、実は私。ああ、あのウエイトトレーニング、はい、多分ですけど手首使いすぎて悲鳴上げてます、左だけ。あるあるですよね。でもこれこっちにしよう、高さ的に。いろいろ大変、いろいろ大変です。ちょっとお待ちください。あ、落ちた落ちた落ちた。マリアの大事なもの全部落ちた。うわうわ、これやば。事故、事故発生。だいぶすごい事故でしかない。カメラの位置とかをさ、直さないとやばいね、これ。あ、いいね、今私の顔がすごい映ってるけど、斜めだね。もうちょい下ですか。あの、そのライトを多分正面に戻した方がいいと思う、一回。横表。あ、そう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 。で、今天井向いてるから。横表。そうそうそう、あーい、あ、オッケーオッケーオッケー、そこで、OK。そういえば下が映らないなと思って、斜めってるな。うん、皆さん大丈夫ですかって。ごめんなさい。やっぱ皆さんもくしゃみじゃなくて、なんだっけ、花粉症に悩まされてるって。これ私が飲んでたやつ。あの、どうしたらライトばっかり消せるんですか。マリアさん、まったくもう、はい、スーパーちょっといただきました、ありがとうございます。ゆっこさんより、りんちゃん、まりあちゃん、こんばんは。こんばんは。今夜はどんな配信になるのか楽しみです、とスーパーちょっといただきました。ありがとうございます。ナイスです。まりあが今必死でライトをつけ直そうとしてくれてます。です、ますます。生放送感満載。確かにそうですね、生放送あるあるかもしれないね、こういうの。よっこいしょ、ついたついたついた。さっきからね、多分私の行動バカだと思われてる。いや、接続が悪いみたい。あ、寮の中です、ここ。中です、唯一の空き部屋。りんちゃん髪巻いた、今日巻きました。叩いたらライドが消えるかもしれない。ちょっと今鈍かったよね、はい、ビビビってなったよね。チカ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 、接触が悪いみたいで。はい、そんな感じでですってね。はい、ですってね。はい、よいしょ。はい、皆さん今日は何をやるんだろうって思ってる方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、
今日は何もしません。見えるのは焼肉のタレだけです。え、今日何する？食べるんですよね。え、言わないで。マリア、今日何する？あ、自分ちょっともうお風呂も入ってゆっくりしたんで寝ようかなって。うんうんうん、あ、そうなんだ。はい。じゃあ何します、リンさん。あ、私はこれから絵描く。絵描く。何の絵描くんですか？家族ら画伯やる。マリアの絵描く。おお、じゃあ自分もリンさんの絵描いて帰ろうかな。あ、はい、あ、そんな汗かかっちゃうけど大丈夫そう？そんなに。あの木の板に紙貼るところから始まるからね。はい、おお、本格的。大丈夫そう？寝たい。確かに寝たい。寝てください。はい。ゴモラザウルスさんよりリンちゃんマリアちゃんこんばんは。桜って書いてある。あ、間違えた。こんばんは。こんばんは。こんばんは。桜咲きましたね。花粉症は大変ですね。お大事にとスーパーチャットいただきました。ありがとうございます。ナイスです。いや、花粉症やばいですよ。もう花粉お気をつけ。はい。石山智也さんより焼肉うまそうですねとスーパーチャットいただきました。ありがとうございます。ナイスです。そうです、肉の絵描きます。これからあの木の板に貼るところから始めます。しんどい。めっちゃバンって描かれてる。いや、そんなことはさておきですね。はい、はい、今日は、焼肉とさっきマリアが一生懸命カルボナーラを作ってくれたので、うん、それを食べながら皆さんとゆったり配信できたらいいなって思います。ますです。ますますますちなみに私たちの夕ご飯になります。はい。皆さんとご飯を食べながら話せたらいいなと思っております。はい。なので、YouTube で質問どんどんもらいながら焼いて食べながら配信できたらいいなと思っております。はい。はい。ご一緒。うん？あ、今日のドリンク焼肉のタレです。これを水で3杯ぐらい薄めて飲むとちょうどいいんですよ。茶番がない。まだ続く。はい、歌見推し正蔵さんよりマリアちゃん昨日はお疲れ様でした。悔しかったね、ん、惜しかったねとスーパーチャットいただきました。一言だいぶ変わってきますよ。惜しかったよね。はい、はい、惜しかったねとスーパーチャットいただきました。ありがとうございます。ナイスです。はい、昨日はね、はい、スターダムさんの両国大会、ランブルのシンデレラランブルの方に参戦させて、シンデレラランブルって名前なのって書いておりました。うーん、に参戦させていただきまして、3人落としてあとね4人ぐらいだっけなになったんですけど、ちょっと押さえつけられてしまって動けなくなってしまって、そのままね3カウント取られてしまって悔しい思いをしたので。誰に取られたの？うなぎなんですよ。誰？ああ誰。ああ食べ物の話。あ、そうなんだ。そこですか。そうなんですよ。でも自分としてはあの動けなくされてただけなので、うん、自分一人だったら動いてたよっていう話ですね。うん、元気だったんだね。元気ではなかったですね。あ、元気ではなかった。なんか知らないんですけど集中攻撃されて途中。誰に？みんなに。え、やば。あれあれみたいな。鶴がメイさんと。ああ、メイメイ。はい。いろいろやられて結構な内臓なダメージを受けたんですけど。うん、いや、それで終わりじゃねえよって自分は思ってるんで、うん、まあそれで勝った気にならないでほしいなとは思いますけどね。あれだよね、駿河芽衣ちゃんってハイスピードのベルト挑戦した子だよね。そうですね。すごいね。優勝もしました、ランブル。あ、そうなんだ。そうなんです。すげえやん。悔しいですけど、まあ結果は結果なんでね、受け入れていきますよ。女優ライトって言われたから。こっちにすればいいのか。ただのお化けだった。意味なかった、ごめん。よく懐中電灯思った時にやるやつです。今度うなぎのかば焼き食べるライブやりますか？やりません。自分うなぎ好きじゃないんです。あんまり好きじゃない。私唯一食べれるうなぎが一つだけあって、これおすすめしたい。私浜松に試合で行った時に、怪我する前日の浜松に試合行った時に浜松でうなぎ食べたの、へえ。そのうなぎがマジで骨が全然、あのうなぎってさ骨が多いイメージ、はい、口の中に残るイメージない、うん、そこのうなぎ屋さんのうなぎがマジで美味しくて、骨もめちゃくちゃ柔らかくて骨を食べてる感覚がなかったの。へえ。私唯一そこのうなぎが本当に美味しいって思って、だからあのぜひ今度浜松行った時に、はい、
ごちそうさまです。ごちそうさまです。あれあれ誰もいなかったみたい。嘘です。はい、そうなんです、そうなんです、はい、じゃ今度行った時はね、ごちそうするよ。え、本当ですか、うん、やっと。あの最後ね、最後とか、はい、お茶、お茶なんだっけ、お茶漬けですか、うん、で食べたんだけど、めちゃめちゃ美味しかったの。いいやつだそれは。なんかそのうなぎ以外にもなんか違うやつが来たんだけど、はい、それもマジでうまくて、へー、本当に気になっちゃうじゃないですか。だから今度ね、ぜひそこに行きましょう。イエーイ。ということでお腹すいたんで、はい、お腹すきました、食べたいと思います。そして皆さん、あの何か質問ありましたら、はい、私でもマリアでもどんどん随時答えていきますので、はい、あのコメントどんどん読んでいくので、言ってください、言ってください、入れてください、よろしくお願いします。いただきます。召し上がれ。うお、ライトが赤くなねえ。ジューライト消えた。動かしてないんで接触が悪いんです、きっと。もう寿命かな、これ私のライトなんだけど、もう寿命かな。自分のこの根元も悪いんですよね。あのさ、コンセントのさ、直に刺したら、直コンに刺したら、直コン、こっち使えないです。あ、そうなんだ、壊れてんの。こっちの方がクソです。あ、そうなんだ。え、何これ調整できるよ、あのライトで。うん、無理だね。少々お待ちください。どうしちゃったのかな。あ、もう無理だ。どうして？接触が悪すぎるね。まあそういう時はあるか。皆さん、ジューライトなくなりました。少々お待ちくださいね。アナゴ、おー、びっくりした、怖い。もういっか。じゃあこれでいきたいと思います。暗闇で食べる、消えないんで。ご飯みたいな。はい、まあ、とりあえずね、食べながらやっていきましょう、どんどん。はい、どうですか、やりますか。はい、食べながらよ、飲み物、よし、着いた。重さに耐えられなかった。もういろいろ配信障害が大きすぎて。トラブル、トラブル。え、低く。もっと上げようよ。ちょっと待ってくださいね、皆さん。こいつをまず立てないとダメだね。で、なんか私だけ映っちゃう。あ、もうちょっと下だね。下。あそこ。いいんじゃない？もうここ見えないけど焼いてんの。はい、まあ、とりあえずね。なんか怖くね？あ、わかった。私わかったわ。この女優ライト。つきますか。つかねえか。まさかのつかない。幅足りない。壊れたらごめん、マリア。自分はいいですけど、それがパリンとかいきそうです。うん、いきそうだね。どうしたらいい？その机に置きます。素直にね。見えるんじゃない？でも机の乗ってるのが斜めにしないと。どう？映ってる？いきます。どう？はい。でもう一応下。必死だうちらは。うん。はい、とりあえずね、食べる準備しましょうか。しましょう。今これ何これ？ホットプレートに火を入れてます。お肉。ロース、
無言で開ける肉を無言で開ける女たちに。はい、じゃあ質問とかも来てるんで答えていきたいと思います。お肉。お二人にとってマーベラスのみんなは役割分担するなら、例えば長代さんはパパ、たくみさんはママみたいな。長代さんがパマです。パパ、ママ両方の役割をしてくださってる気がします。とりあえず寮生だけでいいんですかね。いっぱい大家族になっちゃうんで、ね、大変なことになるね。とりあえず寮生、うん、割とでもそのまんまじゃないですか。たくみさんはお姉ちゃんみたいな感じじゃない、はい、うん、そんな感じですかね。はいなんか全員言ってたら多分大変なことが起きそうな気がする。夏子さんに何をあげましたか昨日。何でしょうか。はい、内緒ということでした。あのマーベラスの興行に来てくれたら何をあげてるのか分かると思います。だそうです。もしくはもらえると思います。へ、さっきのゴミ入れどうした。ゴミ入れじゃん、ゴミラップ何。あ、これでいいよ。マリアがカルボナーラ作ってくれたんです。こんなにパスタ茹でたの私だった。こんなに量は自分じゃないですからね量に関してのクレームは受け付けないですよ。固まっちゃった固まっちゃったよまあでもほぐせば食べれるから、ほぐそう。よいしょ、待って、これどれ端。これです。はい、よ、はい、これ私、はい、あ、ごめんね、箸持ったままさっきから、すいません。こうで、いい、置いても、はい、こうしよう、ありがとう。じゃあこっち、私ダメなの、お皿がする音無理ありません、なんかお皿とフォークやめてよ、する、今もう鳥肌やばい本当に私、あのこのお皿と、うわ、うわ、やばい、本当に無理なんですよ。そっと置こうとしただけなんです。うわー、鳥肌がやばい、もうどうしよう。そっと置こうとしただけなんです。で、擦れる音がダメで、うわ違うんです。いや、分かってる、すごいよく分かってるよ、マリア。なんかパスタをそもそも箸で取っちゃってるのが残念だもん、私今。もういいか、持ってくればよかったですね。ね、ごめんね、すいません。うん、大丈夫。それよりも、皿が擦れる音が今ダメで、鳥肌がやばいどうしよう集中できなくなってきそうでしょ。あの本当にお皿これやばくないですか。いつもですもんね、うん、お皿とフォークとかスプーンが擦れる音がどうしてもダメで、いや今ふわーってなってる悲しい。はい、いっぱい取れない。道場近くの焼肉キングにはしばらく行ってないですか。あ、コロナの影響で行ってないです ね、 ですね、最近1回しか行ったことないんじゃないですか、ね、うん、あんまりね、行かない。そうだね、コロナが落ち着いたら海外大会やりますか。どうですかね、まあ、自分たちに権限ないんで、はい、やりますとは言えないんですけど、あったらいいですね。焼けるんじゃない？そろそろちょっと本にしようか。お二人以外はもう夜ご飯食べ終わった感じ？ああどうですかね。どうだろう。自分たちちょっとバタバタしてて、他の人の様子を見れてない。そうなんですよ。今日見れてないです。ね、食べたんじゃない？ぐらいですかね。わかんないです。マリアさん、たくましくなってますます楽しみですねとコメント来てます。うわ、今想像したこのコメント見て。何をですか今言うのが怖い。黒板に爪でギーって、うわー全然平気なんで、うわー、ダメだ今、背中一発叩いて。どれぐらいの強さで。もう忘れるぐらいの強さで言って、いきます、はい、せーの。あ、いいね
よしよしよし、じゃないともう気持ち悪い今。いただきます。はい、食べましょう。はい、皆さん、はい、じゃんじゃん食べな、食べていくんで、質問があったら言ってください。食べてください質問を。でもマリア結構太ったでしょ。太りました太りましたね、結構大きく増量したよね。私はもう増量したくないけど、増量しちゃう体が。そっちですか。そっちそっち。どんどん増量してきちゃう。いただきます。うんうんうん。でも未だに試合したら 1,2 キロ落ちます。ああ、ほら、ね、これだけ増やしての、増やしても。でも最近私は試合前でも食べれるようになった。食べれなかったんですか。食べれなかった、気持ち悪くて。あの試合前に前に食べちゃって、1本目で第1試合の時にシングルマッチで入場曲かかってね、気持ち悪くなってトイレで引きこもってたとかある。あの、ほんと汚い話ですけど、すっきりして試合行くみたいな。やったことあるんですよ。なので試合前ほんと食べれなかったんですけど、最近全然食べれますね。試合前食べないとやってらんないですよ。動けないよね。はい、思った。私も最近思う、すごくそれは。エネルギーって大事だなってすっごく、うん、思った。食べないと無理です。おいしいご飯を食べ、なんかパスタが試合前はいいみたいな言いません？うん、言う。最近はなので当日はパスタを食べるようにしてます。石山智也さんより北海道遠征でぜひ食べたいものはとスーパーチャットいただきました。ありがとうございます。ナイスです。口いっぱいに入れてる。北海道で食べたいのはジンギスカンですね。私北海道で生もの食べて食中毒に当たっちゃって、試合前日にそれの恐怖が未だにあります。カニを食べたいです。あー、そうだね。え、カニ美味しいよ。はい、北海道でね、今年食べれたらいいね。食べたいです。カニ、海鮮は苦手なんですけど、うん、カニは好きなんですよ。生は嫌なんですけど。エビは？エビは生じゃなければ。うん、生エビは無理です。甘エビっていうんですかね、生のよくあるあれは。甘エビ、あれは無理で、普通のエビが好きです。うん、エビ天が一番好きです、調理法としては。うん、確かに。りんちゃんまだ肋骨痛むんですね。いやいや、あの本当にもうこれは私の骨の問題なんで、あの全然大丈夫です。今日も全然練習できてたので、あ、勝手にね良くなるんで大丈夫です。あまりあの皆さん心配しないでください。大丈夫大丈夫。つくもんだからね。大丈夫です。よくある。そう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 。5月のカリア大会、愛知県で食べたいものありますか？うーん、愛知って何が有名ですか？教えてほしいです。今度の譲渡会にマリアちゃんメインで約束の差し入れを持っていくので、皆さんで召し上がってもらえると嬉しいなって来てる。なんで秘密ことかお前。何ですか？なんだろう、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。譲渡会に早くなあれ。りんちゃんまりあちゃん偉いよ、プロレスラーは怪我との隣り合わせないとにかく偉いってコメントしてくださってる方いて、ありがとうございます。体の痛み取れましたかとかいっぱい来てるんですけど、あの本当にプロレスラーあるあるです。たまたま私はくしゃみでなっちゃっただけなんで。悲しいことに。なので今牛乳とか飲んでカルシウムいっぱい取ってます。あ、大事ですね。だからめちゃくちゃさ、最近さご飯をちゃんと食べる。朝とかも今日食べてたじゃん。今日めっちゃ食べてる。最近すごい食べて、あのちょっと骨にいいものを食べようと思って、ご飯をまずしっかり食べるところからだなと思って、はい、ちょっと今食べてるんで大丈夫です。あの安心してください。皆さん朝から自分と同じぐらいの量食べてる人ってなかなかいないんですけど。それでその後練習したからね。食べてます、大丈夫です。お酒は飲むんですか？飲めるんですけど飲まないですね。飲まないですね。人生です。北海道行ったら黒ビール飲みたいね。飲んだことないか、ビールとか。
飲んだことないことは多分ないんですけど、ないよね、どう考えてもないよ。ないか、ないです、うんうん、お酒自体は飲んだことあるはあるんですけど、うん、でも飲まないよね、はい、基本興味があまり。あー、わかる。それなんかお酒が好きなんじゃなくて、そのお酒を飲んでるみんなといるこの空間が好きみたいな人なので、うんうんうん、マリア静かだもんねなんか前にマリアが二十歳になった時飲ませたことあるんですけど、はい、めちゃめちゃ静かです。もうなんか一人でみんなこうやってわーっつって飲んでるところをマリアは一人でおとなしく飲んでる人みたいな、静かに消えるみたいな、楽しそうにしてる姿をニコニコしながら見てます楽しそうだな。リンちゃん最近投げられる時のヒャー復活しましたが、え、我慢してたんですか。え、何の話。投げられる時のヒャーって何。ついてるついてる、消えてるいや、投げられる時のヒャーって何。声じゃないですか。え、ヒャー言ってますか、投げられる時に。言ってます言ってます。マジで。え、怖い。それ無意識ですね言ってる時、あの、我慢してたんですかって来てるんですけど、でもそれは多分普通に我慢してる云々じゃなくて、その時のあれじゃないですか。いや、わかんない。普通にだって自分だってヒャーは分かんない。あ、我慢してたのかも。あ、我慢してたのかも。マリア、私我慢してたのかもしれないです。痛い人はい、続きまして、あ、そうだ、手羽先だ。手羽先、味噌カツとか。味噌カツ美味しいですよね。ヤバトン、ヤバトン、ヤバトンに合う。確かにヤバトンだね。あと手羽食べるね。手羽食べないです。あ、手羽ね、食べる。手羽めっちゃ美味しいよ、食べてごらん。はい、小野ゆかりさんより、北海道大会ゆずママさんが大号泣するはずなので、よろしくね、マーベラス通じての遠距離親友だよとスッパチャットいただきました。ありがとうございます。ナイスです。いいな、遠距離親友。いい、ね、うちらも遠距離親友しよう。ここにいるじゃないですか。マリアがそこで一緒に住んでるんですかマリアそこで、私あのその向こうの端行くから部屋上とったんですよ自分たち無理です、うちらに。リンさん棒でうっせーぞ、黙れなのでよく自分が物を落とす、昨日物を落としたでしょやるよね、うちらよく言うよね。起きてましたよね、昨日起きてましたね起きて起きてたとかうちらよく、今日朝起きるの早かったですよねみたいな。ある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 。電気さ何時までついてたけど起きてたとかね、やるよねうちら。めちゃめちゃ多いです。リンさんと多分一番そういう話してます。うん、してる。めちゃめちゃ。あ、マリア。はい。シンコスクロス以外のこだわりのポイントはどこって。内ももが開いてることとかですかね。エロい。内ももが開いてるわ。エロい。間違えた。私も開いてましたね、内もも。なんか、なんだろう。前のコスチューム本当は透ける予定だったんですよ、うんうん。透けるようにお願いしたつもりだったんですけど、うん、ちょっといろいろ不手際があり。透けなかったりとか、デザインがちょっとあれだったりとか、うんうんうん、なので 100% 満足はいってなかったんですね、前回のコスプレ、うんうん、なので今回は結構いろんな要望を聞いていただいて、こうしたいです、ああしたいですっていうものを全部入れてもらったので、うんうんうん、で、まあ、やっぱりマリアといえば K-POP、 K-POP とイメージ的にはですよ、 K-POP と十字架と、うん、あと他の人とあんまり被らないようなデザインがいいなっていうのが自分の第一にあって、それを元にして作ってるので、はい、それを元にして作ってるので、やっぱり K-POP って言われても嬉しいですし、他の人とあんまり被らないよねって言われても嬉しいですし、マリアっぽいねって言われても嬉しいですし、まあまあでも嬉しいです、とりあえずまあ結論嬉しいです、はい、全部気に入ってます、全部、本当に全部予防してください。いや、マリアの今回のコスチュームマジ可愛いよ。はい、タレ、はい、タレ、はい、ご飯、ご飯食べたいね。はい、マリアちゃん、リンちゃん、こんばんは。こんばんは。両国でマヤさんグッズ買いましたか。
両国行ってないんですよ、2年生。でも両国のスターダム両国大会に2日関東も、追ってました、ずっと。そしてまえさんの新しいコスチュームを見ました。私はまえさんみたいなコスチューム作りたいって思いました。愛が爆発した。そしてまえさんの、新たな技を見つけて真似たいと思いました。練習したいって今日思いながらこの後にらめっこしました。それぐらいまえさん大好きですが、グッズは今回買っておりません。私にとってまえさんは何、自分に聞かれてもなんか例えがない、あの愛が多すぎてまえさんに対しても。マリアちゃん静かなだけなんか怖いすいません、あのごめんなさい、今あの今日、マリアなんですけど出勤前でちょっと機嫌悪いんですよ、ごめんなさい。あの出勤前なんですよ、まだ出勤。ともこさんのネタを使わないでください。あの多分今日 YouTube あるんで9時半出勤なんですよ。ちょっとそれまでスイッチ入んないんで許してください、皆さんすいませんでした。本当はまだ髪も巻いてないんでこれからあの部屋ね、部屋ねするから本当に出勤前のママみたいな感じだよ。あれは面白かった、確かに。ファンの方とのイベントの時が本当にずっと言われててママ仕事行くからね、おとなしくここで遊んでんだよみたいな感じだったよね。ママ帰ってくるからちゃんと迎えに来るからねみたいな。ともこさんのブログ見て自分で笑っちゃいましたマジそれだなと思っていや本当にそう。いや結婚もしてないのに本当だよあれでしょ、シングルマザーでしょ。あもう一声しちゃったんですねそうそうそうやばいやばいやばいよね。高校にはいないたくみさんにも質問したいけど、りんちゃん、まりあちゃん、海外進出したいですか？したいです。海外で試合したいよね。したいです。あの私興味があります、いろいろ。そう私特に昨日一昨日の2日間で実はあのカイリさんがスターダムの両国大会参戦して、うん、カイリさんの入場、ね、いやめっちゃ素敵でした。入場で私やられてしまったんですよ。鳥肌がブワーって出て、うわっすごいって、入場だけであのこんなにも大勢のお客さんを魅了できに魅了な、なんていうの何自分を魅了できる、はい、なんていうの言葉が分かんない、はい、自分を見せるのがすごいって、なんか日本なのに海外にいつか聞いますけどいるみたいな空間をカイリさんがすごい作ってて、その入場だけで鳥肌立つし、入場だけで私何十回見たんだろうっていうぐらいカイリさんの入場にやられました。それを見た時に、やっぱり海外で試合したいなって思った、うんうん、私はね、率直にマジで、あのなんだろう、入場が華やか、うん、めちゃくちゃ入場だけでお客さんが見せるってことに対してのすごくなんか素敵さを感じます、うん、あれ会場で見てたらきっと感動して泣いてたと思いますそれぐらい入場がすごすぎて、素敵でした。本当にかっこよかったです。あの見られた方いらっしゃいますかね、なんか本当に共有したいですこの思い。ご飯、ご飯取ってくる、ご飯そうなんです、まゆさん昨日メインイベントで赤いベルト取れなかったんですけど、でもまゆさんかっこよかったです、本当にかっこよかったです。なんだろう、まえさんのことすごい尊敬してる先輩、はい、大好きなんですけど、なんだろうな、改めてより一層まえさんの虜になるというか、こうもう好きだけど好きを超えたあのモードになりましたうわまえさん本当かっこいいって思いました。ご飯取ってきます。あ、取ってきて。いりますか、どれぐらい。あ、普通盛りで、あ、しっかり食べるんで、ここ最近普通茶碗に普通盛りで、
自分の普通と、あ、でいいよ、いいよ、いいよ、自分の普通でいいよ、自分の普通自分の中の一般の人の普通をそう、まやさんかっこよかったです。まやさんのあのサロペットじゃなくて何オーバーオールみたいな形のコスチュームがマジで可愛くて真似したくなりました。そうです、自分にとっては女神様です、まやさんは。あ、ブルーマリンは海、カイリ選手は海抜王女って読むのかな。同じ海系ってことで3人タッグなんか実現する。そうですね、あの本当に夢が叶うなら私はいろんなことを叶えたいです。あ、魅了するありがとうございますりんちゃんテーマ曲変える？テーマ曲変えないです、私あのダメです、今のテーマ曲がすごい大好きなんです。はい、浜松の王子さんより今日はやっと一人で見れてますとスパチャでいただきました、ありがとうございます。ナイスです、いつもありがとうございます。あ、そうですね、あ、ジョイライト消えた。そうです、長谷さんのその話も自分聞いたことがあって、まさに本当そんな感じです。自分も漢字が読めないんですよね、どうしたらいいですか。漢字が読めないです、自分。あ、スーパーチャット読みたいんですけど、あのマリア来てから一緒に読むんでちょっと待ってくださいね。まゆさんはピッチャースタイルだから、りんちゃんはバッタースタイル。どういう意味ですか、ピッチャーバッターって。じゃあピッチャースタイルとバッタースタイルって何ですか。野球か、野球ですか。野球だ、野球ですね。はい、マリアが来たわでスーパーチャット読みます。はい、ゆずママさんよりマッチはちょっと待って、最初から噛んでてもう一回、何ですか、メイク2でゆずママさんより待ちわびた北海道大会、はい、リング見ただけで泣きそうです、みんなに会えたら腰抜かしちゃいそうとスーパーチャットいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、ナイスです。宇多美押し正蔵さんよりスターダム参戦時は、マリアちゃんが大江戸隊に入ってリンちゃんがスターズに入ればいいんだとスーパーチャットいただきました、ありがとうございます、ナイスです。敵ですね今思った私も敵だって敵だ。ゴモラザウルスさんより海外進出したい夢ありますかとスーパーチャットいただきました、ありがとうございます、ナイスです。先ほど言った通りです、はい、海外行ってみたいです。そして焼肉のお供のご飯が来たので食べたいと思います。食べるのこのご飯炊きたてですね、食べれませんね、私暑くて。フフしてくださいフフしますいや、カエリさんやばかったです、あの、吸い込まれました、あの入場に自分。いや、素敵でしたね、あれ、両国で見てたら本当に感動して私泣いてるレベルぐらい吸い込まれました。私、あんまりそういうことないんですけど、ガチで多分両国行ってたら泣いてました。いただきます、いただきます。リンさんとマリアさんが海外に行くんだ、わかった、宝山と岡で日本の女子プロレス守っていきますね。守らせちゃうんですね帰ってきますよそんな永久に帰ってこないみたいなま、なんか、うん、インスタライブとかの質問箱とかを開くたびに、うん、海外の方からのコメントがすごく多くて、すごい、なので、うん、なんかすごいファンですみたいな言ってくださる方がすごくいらっしゃってて、うんうん、すごくいらっしゃってるので、実際にそういう海外に行ってみて、うん、その現地のファンの方と会ってみたいなとか、うんうんうん、なかなか応援してるよとか配信で見てるよとか言ってくれてても会うことって少ないじゃないですか、うん、なのでやっぱり
なんか会えたら嬉しいなっていうのがあるので、それも理由の一つとしてちょっと行ってみたいなと思いますね。会ってみたい。誰、私に？え、会ってるじゃん。会ってるじゃん。もうやめてよ今日茶番を飲め本当に肉焼こうぜ今日の座り位置は左利きと右利き、うまく噛み合ってません。本当だ、わかり、無意識でした。無意識です。自分基本右が好きです。うん、私左だね。誰かといるときにどっち、右利きの人がどっちにいようがずっと右に行きます。なんか私右にいるときって青木が左にいたから、おー、 なるほど。そっちの時はでも今青木と門倉逆になったから、青木が右で、あ、左？右で、私が左。うん？違うね。どっちが右と左？あげてあげようか。はい、ありがとうございます。手首の老朽化。老朽化？おばあちゃんか。ありがとうございます。ああ。はい、次は焼肉はご飯にバウンドして食べる派ですか？食べる派です。食べる派です。ご飯のお供は海苔の佃煮、すなわちご飯ですよ。あー、ご飯ですよ。最近食べてないです。食べてないです。忘れてたわその存在私マグロのフレークが好きです。よく食べてるイメージね。あの確かにオレンジ色の缶、はい、めっちゃ食べてますイメージ。あの小さい時からマグロのフレークの缶が好き。マグロのフレークの缶でご飯3杯4杯食べてますけど。マリアちゃん髪結んで食べる、うん、結んで食べるモード突入だってバレたその通りです、うん、ガチ食い。リンちゃんやマリアちゃんの入場曲見て見て見て入場入場見てなのかな、もしかしたら感動して将来プロレスラーになる子供女子なる女子もどっかに行くと思うよ。いや、そうなってくれたら嬉しいよね。なんかやっぱ自分たちを見てプロレスラーになりたいとか夢を叶えた子の子とかが一人で見てくれたら、自分たちはもうそれだけで十分未来につないだって思えるので。言ってくれてる子いるんですよ。で私もね、言ってくれる子いるんだけど、やっぱりさ、プロレスラーってさ、はい、中途半端にはなれないじゃん、はい、なんかやっぱ勇気いることだと思うの、はい、だからその子が本当にプロレスラーになってくれるのを楽しみに私は待ってます。もうそんな子がそんな子がもうプロデビューしたのを見たら泣いちゃいますよね。いや、もう感動する。うん、愛ちゃんいたんですよさっきまで。そうなんですよ、大江戸隊の夏子選手がマリアちゃん大好きな、大好きらしいです。言って、いや確かに言ってました。マリアさん大好きなんだよなって言って、うちもあの言ってるの聞きました。だからあげました。そうなんだ大好きって言ってくれてるのを聞いたり、いつもなんか記者会見、うん、あのスターダムさんの記者会見の時とかコメントをくれてるらしい、うん、それを知ったのもあって。へー、すごい。マツコさん、はい、自分もね、個性のある人とか、うん、好きなので。あのマツコさんのツイッターよく見る。あのフレンチブル買ってるの超可愛いですよね。そう、超可愛くて、まだ子犬。うん、はい、自分はスターダムのニューブラッドワンで見たマリアちゃんの入場に背中に続々と天気走ったよ嬉しい、ね、ありがとうございます。嬉しいです。妖精で一番食べる人は誰ですか？マリアじゃない？だいたいご飯がなくなる犯人は自分です。だよね、マリアだね。その次に食べるの私じゃない？そうですねここ多分ワンツーってすごい食べるよね、はい、ご飯屋さん行った時とかもやばいやばい、ね、なんかわー吐く吐く吐きそうとか言いながらも全然食べれるもんねで吐かないしね、はい、吐いたことない、ない、全然ない。それでちゃんと帰ってくるもんね。でもさ、お腹超いっぱいの時に限ってさ、寝れなくない？なんかわかる？もう破裂しそうなぐらいさ、食べるからさ。
スターダムファンですが参戦したお二人の試合を見て今度マーベラスにも行きたいなと思ってますって。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。めちゃくちゃ嬉しいです。あー、なめたきいですね、ご飯のお供大好き。たくみさんはあまり食べてないの？一緒に住んでないんで、あの今全く分かんないんですけど、たくみさんも食べるよね。でもそうです、ね、でもみんなとって比べるとそんなに食べない、はい、小食だよね、はい、下から数えるぐらい、うん、うちらが多分ワンツーですごい食べるからダメだと、異常なほど食べるんですよ自分たち。え、それそんなに食うのみたいな。リンさんでよく見かけるのはトースト4枚とか。そうだ、朝からトーストドーンみたいな、なんか積み重なってて、なんかの撮影かな、ね、みたいな、ね、しかもさ、なんか4枚切りっぽい厚さのやつ4枚とか食うよね。しよくあるあの、なんていうんですか、パセラ、うん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 、のあの、あれみたいです。え、そ、あの厚みのフレンチトーストみたいなやつよね、はい、そうなんですよ。あれぐらいのボリューミーなやつを食べてるのを見て、私はいちごジャムとあのマーガリンにシュガー乗せて、はい、あーやってますね。とバターにシュガー乗せるやつとってパターいっぱい作って食べる人です。でも本当はピーナッツバターが好きです。美味しいですよね。うまっ。たくみさんはどこにいるのですか？あ、たくみさんはですね、今今って続けようとした時にご飯入れちゃった。たくみさんは今あの寮に住んでないのでわかんないです。焼肉だと何人前ぐらい食べるんだろうね。すっごい脂っこくなければ食べるよね、めちゃめちゃ。はい。あとはご飯が好きなのでご飯本来は本当食べます。うん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 、確かに。うわ、ゴモラスさんダメですよ、そういうこと言ったら。パン買いに行っちゃいますよ自分。ピザトースト最高って。うん、ハム買った、ベーコンある、チーズもある、チーズもある。ピーマン嫌いだからピーマン以外の何かも好き。ピーマン嫌いなんですか？ピーマンね、食べれなくはないの。でも好きじゃないの、パプリカとか。うん、苦味が好きじゃないんだと思う。なんかたくみさんとか無限ピーマンとか好きじゃん。あ、絶対食べれない。無限ゼロピーマンの時ライトがつかないよ。いいですね。今度トーストのトッピング配信やります。焼きますよトースト。私焼き加減めっちゃちょうどいい焼き方知ってるんで。適当です。いつもパスタ食う、食べましょう。ちょっとご飯残っちゃったけど後で焼きに行く。はい、奇跡に復活する。パスタ食べよ。プーだってパーティーだよね。プーって感覚的に口から出たおならぐらいでさ。プーってなんやねんって話ですよね。皆さんで鍋とかすると誰が鍋奉仕になりますか？下の人。そうだね、はい、そうだね。若い子がいつもやってくれます。誰かしら、うん、確かにその場にいる若い人がやります。今腹何分目ですか？4。あ、鍋奉仕じゃなくて鍋奉行だって。はい、あの変だなと思いました。やばい、そうやってコメントできたのかなと思って。ちょっと待って、いや、その入れてくださった方がひらがなで見て鍋奉行ってきて鍋奉仕って言っちゃった。全然漢字読み間違えてる、すいません。鍋奉仕、
奉行ですね、申し訳ないですあの漢字読めないって辛いですね。あのひらがなで、そうですそうです、難しいやつはあのカッコでひらがなで入れてもらえると助かります。あまりあのくしゃみ止まらない一回じゃ本当に終わんないんですよりんちゃん笑かさんといてきちゃったいやすいません、あの本当に私漢字読めないんですよ。助けてもらってもいいですか皆さん。書けないですけど読めます。いや書けないし読めないよ書くってなるとあれなんだっけ。そうなんですよ、私向けに漢字は振り仮名で皆さんお願いします振り仮名ついてないやつで読めないやつは全部スルーします極論はい、読めないってもう分かってるものに関しては全部あのスルーしちゃうので、もしあのぜひともこの質問をっていう方はあの難しい漢字の後ろにはカッコでひらがなお願いしますじゃないと勉強にもなりますね。はい、スルーしてしまいます簡単に。あーこれ読めねえなって気持ちがもうあの諦めモードに入るんで皆さん気をつけてください。いやパスタうめえ。すべてひらがなでもいいですか。もちろんいいです、大歓迎です。逆に読みにくいな読みにくい、パスタ、ご飯、パスタ、あそうですね、そうです、私漢字苦手ですよ。パスタ、美味しそうとか、あ、美味しいはさすがにわかりますね。あの、リンちゃんのリンもわかりますねそれわかんなかったらやばいですよねえ、漢字が弱い女子は可愛いって。へー、私はね、あの、好きで弱いわけじゃないんですけどそうですよねすいません、え、何？なんか来たよ、漢字見えないんですよね、自分ちっちゃいの全然見えないです、見えない。わあ、これ読めないわ。バラだけ読める。バラ、なんとか、何？憂鬱もわかります。2個終わりましたか？終わりました。これこれ何？あ、借りた。ど何か絶対レモンですよ。これレモンですよ。レモンって読むんですか皆さん。バラレモン。あ、バラレモンなんだ。カリンって読んじゃった。カリン。はい、最近の失敗は、はい、あります。言ってみ。言ってみだって。言って。言ってみってどこから目線の人や。あの普通の細い廊下、うん、で、ベイブと一緒に歩いてたんですよ、うん、ベイブと一緒に歩いてて、ベイブ抱っこしようねって言って、うん、こうあるじゃないですか、うん、こういう細こっちですね、うんうんうん、で自分はこういたんですね、うんうん、ベイブってやってて、ベイブ抱っこしようねの壁が近かったんですよ、この細いから、このここにベイブーゴンみたいな、あえ？どういうこと？壁にそのまま衝突しました。顔面？はい。マジで？はい。顔面とかこの辺が。ベイブそろそろ抱っこしよっかのここが行こうとしたのが。幅を分からずに。はい。あのベイブしか見てなくて、うん、壁との距離を見てなくて。やば。マリアってそういうドジ多いよね。はい。それ昔から？なんかこれすっごい長いんだけど。多分自分距離感ってやつが多分苦手なんですね。ああそういうことか。はい。写真。うん。写真乱視。写真だよね。はい。距離感が苦手です。なので最近めちゃめちゃ頭を打ってて。気をつけて。本当にやばいですよね。うん、やばい。自覚はあります。昨日も鉄柱に思いっきり、あ、うなぎのせいで、そう。やり返しましたが。続きの練習だね、だっていや最強だと思いますこんだけ頭つけてよし、これからはりんちゃんが MC の配信は全部